改めてこんにちは。えー、悪の巣窟、新宿から、えー、お伝えしております。えー、さて、えー、じゃあ、本日のお話題はこれでしょうね。えー、っと、まあ、有名なイスタンブール、まあ、最大の観光地と言われる、ハギアソフィア。このハギアソフィアが、今まで博物館だったんですね。で、その、これはここに書いてありますよ。建国後博物館になりましたと書いてあります。 で、これは今日最後に出てくるケマルパシャという人物が、これからのトルコは政教を分離にするから、政教を分離にするんだったら、ここは博物館の方が良いだろう。なぜかというと観光客が来るわけなんで、そこがモスクだといろいろ勝手が悪いことが多いです。なので、宗教と政治を切り離すというので博物館にしたんですが、えー、これはそういうものではなくて、あれですよ、モスク化したから入れなくなるわけではないんですよ。 なんでかって言ったら、この、あ、行ったことある人は知ってるかもしれないですけど、この反対側にはブルーモスクというモスクがあります。スルタン・アフメトモスクというのが正式名称なんだけど、で、そのモスクは、モスクです。博物館じゃない。でも入ることはできますし、写真撮ることもできます。ただ、ガイドとかできないんですよ。中で。怒られちゃいます。声出すと。ああ、それは祈ってる人がいるからですよ。 そうなってしまうだけで、僕たちが見られなくなるわけではないんですけど、何ができなくなるかというと、実は問題なんですよ。それが実は、これ、これ喜んでます、みんな。で、問題なのは何かというと、これ建物の中、後でちょっと大きい写真見せてあげますよ。明らかにモスクっぽいのは、ここに、えー、っと、これアラーだね。これアラーっていう看板が書かれて、これアラーってやります。で、こっちがムハンマドって書いてあるのかなこれ多分ムハンマドって書いてあります。よーく見ると、 言ったことある人分かるかなよーく見ると、ここに、絵が浮き出てるのが分かるこれ、マリアマリアじゃないで、ね、の像が浮き出てるんですよ。実はこれって、もともとキリスト教の教会だったから、中にベトーっていっぱい絵が描かれてんだわ。だけどミスラムっていうのは、神様を絵にしちゃいけないので、これを占領した時に、この絵を消したんです。ただ僕はイスラム教がすごいなって思ったのは、消す時に、 削っちゃえばよかったじゃん。ガーって、あのエジプトのさ、神様削る。のに彼らはこれは芸術作品として素晴らしいと思ったんでしょだから削るのをやめて、上から土をくっつけたんですよ。で、見せないようにしたの。だから今このハギアソフィアは、その土を剥がしてるんですよ。30年ぐらいかけて。もうでも半分ぐらい剥がれたかなでもここがモスクになると、これ剥がせなくなるから。 逆にもしかするともう一回土乗っけんじゃねみたいな。もしくは削っちゃうんじゃないっていう心配がある。そう、そういう心配です。だからモスク化することによって大切なその文化遺産がどういうふうに扱われるのかっていうのがちょっと心配なところということです。まあもう見に行かれた方はもう別にいいだろうけど、まだまだ見に行ってない方いっぱいいるでしょうからね。この動画見てる人でも。なのでそう考えた時にはちょっと心配ではあります。さあそれでは問題です。 じゃじゃん。ハギア・ソフィア。この教会と関係の薄い用語を一つ選んでください。A. ギリシャ正教会 B. ビザンツ建築様式 C. ユスティニアヌス1世 D. セリム2世 三十秒早いこのそこまで解答です簡単ですね 答えは D。もう誰か最初に答えてました。えっ、ー、と、メフメト2世という人です。あの、オスマン帝国の歴史を勉強する前に、このハギアソフィアっていうのがどんなものなのかちょっと確認しようと思います。実はこのハギアソフィアができたのは、ここですよ。ここの間。330年に都ができてあってますね。360年。えっ、ー、と、ここの名前、コンスタンティノープルっていうのはもともと、 コンスタンティノポリスっていうのが正式名称。コンスタンティヌス帝という皇帝が先土した町なので、コンスタンティノポリス。そのコンスタンティヌス1世の後にコンスタンティス2世ってのがいるんだ。そのコンスタンティヌス2世が作ったのが360年。それがこの建物なんです。ただし、その時は木造建築で、今は慣れの果てというか全く残ってない ちょっと下の土台があるかなっていうぐらいで、でも今は博物館にほとんど残っていません。で、今皆さんが見ているこの、この写真、この写真の形ができたのが537年。えー、今の聖堂ができたのがユスティニアの彗星という東ローマになった時の形です。だから今からだいたい1500年ぐらい前のものになるんですね。で、何回も火事になってて。で、これも実は一回火事になってんですよ。二回かな。 だけども、石でできてるので、火事になっても別に燃えないんですわ。だけど、前のこの360年の時には木造建築だったんで、燃えちゃうと残んないんですよ。それでまあ、何回も建て直されたものと考えてください。で、一回十字軍、これはなんで十字軍に攻められちゃうかというと、十字軍にベネツィアがいて、そのベネツィアの商人が、ここの町の財産を狙っていくんですね。で、聖会権と財産を狙って攻めたことで、キリスト教同士が喧嘩をした時期があります。一回だけ。 で、その後すぐに戻ってきて、で、えー、また東ローマが復興したんですが、今日お話しするオスマン帝国メフメト2世が占領して、それまでに、ここ、これミナレットっていうのね、今はただついてるだけですけど、昔はこの上まで登って、その上まで登ったところで、まあ、あの、アザーンっていうね、お祈りを大きい語で歌うと、まあ、みんなに下に下に、下に、下にみんながいて、みんなが真似してお辞儀をするというやつだったんです。 で、それが昔はもちろんなかったんです。キリスト教だから。それがくっついたのが1453年だから、今からだいたい600年ぐらい前。だこの完全にこの形になったのが今から600年前ですから、そんなに古くないかなマッチュピチュぐらい <laughs> ってちょっと比べようがないですけど。まあそうだね。日本のお城よりちょっと早いぐらいだから、まあこの芸術さ、これはすごいですよ。この頭のドームがすごいんですよ。これは行った人しかわからないですけど。 これどうやって作ったんだろうっていう。この後スレイマン一世っていう王様にミマール・シナンっていう建築家がいたんだけど、その建築家がこのドームがすごすぎて、これよりも大きいのを作りたいって言って測って作ろうとしたけど、結局大きいのが作れなかったってぐらいに、このドームの技術は高い。だってルネサンスよりももっと前の時代ですから、まあ頭良かったんだろうね、当時の人って。 ということで、で、えっ、ー、と、オスマン帝国がいなくなって、今のトルコ共和国になったのが、今から、本当に、ほぼ、ほぼ100年前。でもうちょっとト,トルコは100周年になるんですけど、で、それがこれになります。で、これが博物館になりました。なんで、モスクだったのを博物館にしたのかは、今日お話に出るので、待っててください。はい、それでは行きましょう。えー、今回も3つ、ちょっとお話しましょう。バラバラになっちゃいますが、まず1個目。まず、オスマン帝国っていう話をする前に、 トルコ人の話を少ししませんかで、トルコ人って一体どこからやってきて、で、どこに来て今のトルコになったのかっていう話を先にして、で、えー、2番目にオスマン帝国の聖水。今ちょうど後で見ますけど、ホワイトボードにオスマン帝国の最大領地書いてあります。どのぐらいでかかったのか。あとは、えー、この03にある先人たちが残した贈り物です。 まあこれを今の大統領はどう思っているのか分かりませんけど、それが今回のこのモスク化でモスクカには実はいろいろ、モスクカだけが問題なくて、このモスクカがもし成功してうまくいくようになると、この後問題が起こるんです。その問題を最後にお話しして、今日の、えー、ワールドヒストリー愛にするという形にしようと思います。さて。<laughs> 行ったことあるんでしょ あるでしょほんと、はい、それでは問題です。トルコってどこにあるの井戸の近いものを選んでください。井戸って高さですね。地球に置く高さ。井戸の井戸だよ。北緯、南砥。井戸が一番近いものを選んでください。札幌、福岡、東京は来た。はじめ 答え D が正解。一番多かったですね。はい。<laughs> もう一ついいですか。トルコ人って今トルコ共和国に住んでるんですよ。もちろん。どのぐらいの数住んでるかというと、今大体6000万から7000万ぐらいです。1億はいないですね。でも実際には、えっ、ー、と、1000万から2000万ぐらいの人たち、1000万ちょっとかな、ぐらいは外に住んでるんです。なんでかというと、 オスマン帝国があまりにも広い領土を持ったことによって、その領土の中には住んでるわけですよ。あと最近の EU の問題。まあトルコは EU に入ってないですけど、EU はみんなで難民たちを受け入れようみたいな話になってるので、えー、ヨーロッパにたくさん住んでます。問題。行くぞここに挙げる4つの中で、トルコ人が最も多く 住んでいるヨーロッパの国を選んでください。ちなみに回答を言うと300万人です。多くないですかまだ増えてますけど。<laughs> 一応回答はそうです。え、じゃあなんでドイツか知ってる近いからじゃないよね。ドイツはまあ一応経済的に EU の中で一番余裕がある国なので 今回のシリアの難民も一番受け入れたのはドイツが多いです。それはいわゆる福祉の問題でしょう。だからトルコ、トルコ人に対しても随分ドイツ人は優しくて、たくさんのトルコ人が住んでいます。もうトルコ人じゃなくてもドイツ人ですよ。トルコ語を喋れるドイツ人っていう感じのイメージじゃないですか。まあどの国も多いですよ。えっ、ー、とフランスも100万人ぐらいいるんじゃないかな。イギリスが50万人でオランダ多いんですよ。オランダは50万人います。 が、オランダはユダヤ人も多いので、ちょっとトルコ人とユダヤ人が多すぎて、喧嘩してるっていうのがちょっとオランダの現状です。オランダは何でもありの国ですからね。何でもありみたいな。ちょっと面白いヨーロッパの国ではあります。さあ、それでは少しお勉強です。えっ、ー、と、トルコ人はどこから来たのっていうお勉強しましょう。この矢印を追ってきながら見ていきますよ。もともとトルコ系の民族。まあ、トゥルクっていう名前なんだよね。 それが、ここら辺に住んでいる、ちょっと字見るかなここの、この字。あ、うんうん、黒板に書くよ。こっち、これいる。 まあ中国に関係する歴史家いっぱいいるのであのいわゆる答えは1つじゃないんです逸話みたいなものもたくさんあるので確実な話じゃないんだけど一応大体いい今みんなが見,た見ている7世紀ぐらいにはトルコ系の大きな民族が2ついてそれが鉄禄っていう民族とあと特潔ですこれは別物です同じトルコ系だけどで特潔の方が比較的、まあ、右側東側ですで鉄禄の方が比較的西側にいるって考えてください でまあ、これは両方とも潰れちゃうんですけども、その潰れたことによって、えー、トルコ人が左の方に移動します。太陽の方に向かって進むっていうのが遊牧民族の基本で、みんな青春してる感じです。で、これが、えー、ここかなこれちょっとトルコ語書けないんですけど、これでトゥルクっていうふうに呼ぶようになったのがトルコです。だからトルコの語源になったのはって言われると、まあ、鉄録も。 まあ、突血もトルコの語源だっていう人もいるしここから始まってるんですトルコの名前だからトルコっていうのはもともと遊牧民族でしかも中国の上にいたのでモンゴロイドと同じだから俺たちと同じような近い感じのことは中国人に近いモンゴル人に近い感じのイメージですはい戻りましょうさあってことで、えー、と彼らは撃たれて左の方に移動しますね で、移動したあたりがちょうどイスラム教がいる場所になって、ここでトルコ人がイスラム化することになります。そのイスラム化した王朝というのが、ひどことあるかなカラハン朝と呼ばれる王朝です。だからこのカラハン朝からイスラム教化されたって思ってください。OK。で、その後にさらにもっと左の方へと移動します。で、ここですごく大きな王朝。こんな王朝。これはトルコ系の王朝です。これが、 セルジューク朝。ただ、この朝大きすぎたこともあって、後に文系になって分かれちゃいます。その文系の一つだったのが、場所。えー、東ローマの近くにできる。つまり、もともとこの辺はローマ人の管轄だったってことでしょ。ルームセルジュークで、ローマセルジュークになりました。っていうことです。だからルームセルジュークっていうのが明らかにこれ東ローマを圧迫してるのが分かるね。これが東ローマの王様が危ねえなっていうんで、 えーとローマ教皇にお願いして助けをもらう十字軍っていうのはこれが圧迫したことによって起こったものだと思ってくださいあともう一つねえっ、ー、とセルジュークにいたトルコ系の軍人たちが南の方へと移動しますこれがマムルーク町と呼ばれるものになるこうですよこれが全部トルコ人だから現在のトルコってどこかっていうとここでしょ なんで、ここにトルコ人が移動した流れっていうのは、この流れの中でトルコ人移動してるから、それは民族移動で移動したからだっていうふうに考えてくれれば結構です。そこで、もう今日はね、最後の問題です、これ。多分 <laughs> あとはずっと説明です。トルコ人が日本人と似ている習慣ってどんなものがあると思いますかこの4つの中で、 日本と同じようなトルコ人の風習として日本と同じものがあるんですけど答えてください A、神社 B、風鈴3番、お地蔵さん C、お地蔵さん D、お月見皆さんの回答はちなみに回答はこっちですあれハ半町の都ベラサ軍に行ってみた幸雄です。<laughs> 昔こう遊牧民族の時代にこういうふうな風習が残っているのもまあ別に日本と同じではないですがやはり似ている点ではあるなということですさあちょっと時間も押してきちゃいましたが、えー、オスマン帝国の誕生の秘話です。 えー、オスマン帝国を作った人、オスマンベイさんって言うんだけど、そのおじいさんがスレイマン・シャーという人です。ちなみにこの人はまだ中央アジアにいた頃です。えー、モンゴル人の圧迫を受けて、で、さっきみたいにこう移動してきました。で、アナトリア地方っていうのが現在のトルコです。で、そこに移動してきて、<れ>で、ルームセル塾ク町の保護下に入ることになります。で、その後に、 えー、今度はお父さん。オスマンベイのお父さんが出てきて、ルームセルジュークの王様、スルタンって王様ですけど、王様に仕えることになり、これでルームセルジューク町の中に土地をもらうことができました。キリスト教徒とイスラム教徒の境目のところに土地をもらったんです。そこで遊牧民族生活してこうやって暮らしてたので、常々彼っていうのはイスラム教徒なんだけど、キリスト教徒とも随分接していて、喧嘩してるだけじゃなくて、 お互い同盟とか結びながら上手に暮らしていたってのがある。これがやっぱりオスマンのこれから出てくる一族の特徴なんです。これはもう歴史などで軽く行きましょう。これが建国者オスマンベイ、オルハンベイ2代、3代村と4代バヤジット。これがいわゆるオスマン帝国前期って言われて、ちょっと都の場所今から後で地図で黒板で見ましょう。ホワイトボードでね。まずスタート。ここに、ここがルームセルジュークがあったところ。 ロームセルジュークだっもともとやはり西に行きたいこれはね西への憧れというのがあったみたいでスレイマン・シャーというおじいさんがねモンゴルに撃たれた後西へ逃げるんだけどどっちの方が西だか分かんなかったその時に月西側にこういう月が出ていたのでまあ星があってね。 じゃあ、これを目標に西へ行こうって言って、西へ進んだと言われてるんですよ。これはまあ、もちろん逸話です。伝説の話ですけど。だから、トルコ人ってのは西に進むことをすごく名誉な子だと思っている。だからこそ、こういう形になって、トルコの国旗になった。とされているものです。ここら辺攻めて、ここら辺攻めます。で、そのためには、首都がここでは、塩梅悪いでしょ。なので、まずエディルネに一回移すわけです。 で、これでこの辺戦います。で、戦って、この後トルコ系のティムールっていうのが攻めてきます。で、このティムールで、ね、ここに負けちゃうんですよ。で、一旦で、その後、メフメト2世の時に、イスタンブルを落とし、コンスタンティノルね、コンスタンティノブを落とし、名前をコンスタンティノープルだと、ローマの皇帝の名前になっちゃうでしょ。もともとスタンっていうのは、イスラム教徒が住んでる場所っていう意味ですもの。 で、イっていうのはたくさん住んでいる。で、ブルは、ま、町とか場所っていう風に表すんです。っていうことになった。で、ここで、ま、一応、前世紀のスタートになり、で、セリム一世がエジプト行って、カイロ落とし。で、この後、前世紀スレイマ一世が、今度はウィーンを攻めるって。すごいよね。だから、ま、残念ながらウィーンは雪で、ま、攻めきれなかったんだけど、この緑色の点線のこのライン、これがオスマン帝国の最大領土になるわけ。 これで分かったでしょ。なんでこんなところにトルコ人がいっぱい住んでるのか。なんでこんなところにイスラム教徒住んでるのか。イスラム教徒が住んでる最大の理由は、オスマン帝国の領地になっちゃったから、それが今、キリスト教徒の国の中にイスラム教徒がいて、ここで揉め事が起きる。特に一番有名なのは、ボスニア・ヘルゼゴビナとか、セルビアとか、それはこの影響があって、イスラム教徒がいっぱい住んでる。ブルガリアもいっぱいいますよ、イスラム教徒。っていうことなんだっていうのは、まあ、オスマンの残した鋼罪ではあるのね。 でもね宗教と宗教っていうのは別に共存することができるのでうんどうなんでしょうね喧嘩になってしまいますじゃあ終わり戻りましょうでねでオスマンが強い一つの秘訣というのはまあうまいんですよこれ見てくださいこれオスマンの軍事力なんですわかるかなこっち歩兵ですもともとはこの軍隊はトルコ人ではありません 元々は白人。つまりスラブですね、多くは。元々ギリシャ正教徒だった人を、まあ、とつまえて、で、イスラム教に回収させて、軍隊にした。彼らは歩兵です。なんで歩なのか、歩くのか。それは大砲を持ってたり、まあ、銃ね、を持ってたりするから歩兵です。こっちはトルコ人ですよ。これはもう伝統人。つまり馬に乗って、刀持って、やりさしてっていう。これはト,トルコ人の騎兵です。 もともとオスマン帝国は騎兵で大きくなったんだけれども、徐々に大砲や、まあ、いわゆる銃を使うようになって、歩兵が力を持つようになる。つまり、ほら、宗教を共存できる。まあ、民族が共存できる。トルコ人じゃない人たちも、トルコ人としてトルコ語を喋れるように軍隊の中枢になる。こっち側が、イェニチェリって言うんです。で、こっち側が、シパーヒーって言うんですよ。 元々はシパーヒーが中心だったのが、徐々にイェリジェリが中心となり、最大領土になる頃には、イェリジェリが皇帝の近くにいて政治の実権を握っちゃう。もちろん彼らは不満でしょただまあ少なくとも二つが共存していることっていうのは珍しいですよ。あともう一つ。ミンレトっていう統治法があるんです。なんていうの想像つくかな。多宗教徒に関しては、 信仰の自由や、あとは様々な自治を与えてあげる。その代わり税金を取るんです。これがオスマンのやり方。何かと似てない以前やったローマと似てるんです。だからその大きくなった背景っていうのはこういうやり方が取れるからなんですよ。だって軍隊だってローマもこうだよ。混ざってるんですよ民族が混ざって軍隊作ってるじゃん。これも混ざってるじゃないこういうふうなことができることが大切なの。 だって結局オスマン帝国って計算すると600年ぐらい続いてるんですよ。長くないですかだからそういうのはうまいっていうのがまあ一つ言えるんだろうね。これメフメト2世です。えー、有名なあのコンスタンティノープルの陥落の様子。あと前世紀ねスレイマン1世です。ここの辺からちょっと廃れていくんですよ。でこれが最大領土から領地が減った様子です。見て分かりますここがロシアでしょロシアが攻めてくる。 オースストリリアアががが攻攻攻めめめてくる、イタリアが攻める、る。イタフランスが攻めるこれだけ多くの領土だったのがこんなにちっちゃくなっちゃったでそれの最大の理由はもちろん皇帝が政治を顧みなくなった今までは皇帝が自ら馬に乗って自分が先頭に立って攻めてたのにもうそんなこともやらなくなって女のケツばっっかかり追っかけるるよよ。うになるんですよいやー残念だね国ってそうやって滅ぶのはどの国も同じでしょ実はこういうことわざがあるの 魚は頭から腐るって言います。つまり国が滅びるときには上から滅びてくるんですよ。皇帝がダメになるんです。国民じゃなくて。それを国民が見て何やってんだみたいな。だから時々いい工程が出てきます。いい工程が出てくると、じゃあ改革しようって改革するようになるんですよ。まあこれ、オーストリアに負けた後です。チューリップ時代っていうのは、えー、宮殿にチューリップを埋めたことから、今はチューリップないですね。パンジーが咲いてますけど。 これチューリップ時代って、ほんとバカな時代です。で、この後、ロシアに負けた後に、まあ、ある皇帝が、じゃあ、ヨーロッパ型の軍隊作る。まあ、つまり、イェニチェリが使えないんですよ。もう。全然。悪いことばっかりして。なので、西洋式の軍隊を作る代わりに、イエニチェリを廃止しようって。で、もう何様やめようってうの、イスラム教を政治に入れるならやめた方がいいんじゃないかって。この頃からですよ。 今までオスマン帝国は宗教国家だったのに、徐々に宗教を薄めていって、西洋に近づこうとした。そう、これが、多分世界史やってた人を覚えてるんだけど、単純マートと呼ばれる言葉で、いわゆる宗教国家から普通の政治国家へと変えていこう。この辺から、政教分離っぽくなってるんですが、ただこの単純マートの弱点は、憲法と議会がないんですよ。 それじゃあヨーロッパの国とは対等に渡り合えないっていんで、ミドハトさんという人が憲法と議会を作ったんですが、皇帝が潰しちゃうんです。こうやってやってる中で、最後、革命が起きて、その潰した悪い皇帝は30年独裁して潰されて、で、ようやく憲法ができて、議会ができて、さあいい国になろうかなって思ってる矢先に第一次世界大戦になっちゃうんですよ。 だから、こういうのは運が悪かったかもしんない。で、コッパ微塵にされてさ、領土も三分の一になっちゃうんですよ。あまりにも領土取られて、お前ふざけんなって立ち上がった男がいる。つまり、何でもヨーロッパの言うことを聞けや、ね、助けてもらえると思ったら大間違いだってるう最後の皇帝、メフメト六世っていう人。この人です。まあ、出来の悪い人だけど、ただプライドだけは高いんですよ。 で、最後、その、軍これ、軍人のクーデターなんですよ。で、その軍人のクーデターで追いやられてしまって、で、これをもって、トルコは終わります。そして、トルコ共和国。このローザンヌ条約っていうのは、ヨーロッパとの間に結ばれた、この屈辱な条約を破棄して、新しい国家として認めてくれと、イギリス、フランスに依頼した。その人物が、皆さんご存知の、あの、ケマル・パシャという人物。なんだということです。で、えー、っと、 カリフ聖杯止っていうのは全ての全世界のイスラム教の中で一番偉い人がカリフなんです。でもそんなのはいらないんだっていう彼の考え方。つまりイスラム教っていうのは個人個人の宗教なんで国家の宗教じゃない。ね。なのであとは勝手にやってくれって政治と宗教は分離しよう。いいことですよ。だからこれをやったことで近代化して今まではオスマン帝国です。いろんな民族が入ってるから。 でも、ケマルの作った国は、トルコ人の国を作りたい。だからトルコ人じゃない人。例えば、イラン系クルド人。すごいたくさんいるんだよ、トルコの中に。でも、お前たちはトルコ人じゃないから、出て行けって言って、迫害された。アルメニア人もそうです。クルド人だって2000万人ぐらいだろ殺されたの。そういうのは、彼の良くないところだよね。で、女性解放はいいね、これはね。 イスラム神秘主義っていうのは比較的貧しい人、まあ文字が読めないとかアラビア語が読めないっていう人が多いんです。こういうのは貧しい人が多いのでテロをする可能性があるからやめようって言うんで、今でもイスラム神秘主義は取ることは禁止です。まあテロの温床になるってまあいいことだとするとこれだろうね。あの読めないアラビア文字、これ。<laughs> これをやめようって言うんで。これをやめてこの形にしたわけ。だからこれは文字改革って言って彼のやったらいいことです。ってことで、 えー、今回の最後のまとめはこういうことです。オスマン帝国のいいところは、ミッレト制って言って、いわゆる住んでる人には自治を与える。宗教の自由を与える。どうぞご自由に。それら税金払ってねって。ただ悪かったのは、皇帝が独裁するのは良くなかった。ケマルのいいところは、もちろん政教分離。女性も解放したし、いいことした。ただ彼の悪かったのは、やっぱり民族主義です。 トルコ人じゃないと出ていけ。邪魔なんだって。じゃあ、今の大統領、エルドアンさん。彼はどんな人かというと、独裁。始まっちゃったよ。だって彼、兄弟とか自分の補佐官にしてるね。あとは、モスクを変えた。イスラーム主義に傾いてます。政教分離をやめた。そして、民族主義です。クルド人出ていけ。これだろ。つまり何なのかというと、悪いところだけ全部彼が吸収してる。すごいね。 だから僕が心配なのは、これあの、行かれた方、見ましたこれ、クルーズやってると、丘の、アジアの丘の上に大きなモスクができたんですよ。今から2年ほど前から徐々に作り出してて。これがなんと、エルドアン大統領専用モスクなんです。<laughs> ふざけてんだろ。始まりだった。だからこれが何を引き起こすか。実は現在、 トルコに味方になっている国はこれだけあります。アメリカ、サウジアラビア、これはシリアの、知ってる自由シリア軍っていう、あの、反アサドのグループです。これはトルコが支援してるんです。でも、彼らが民族主義及び宗教国家になると、何に近くなるかというと、イランに近くなるんですよ。つまり、ロシアに、ここ、同じだからね、仲間だからね、これシリアだよ。ロシアに近づく可能性がある。 そうすると、ロシアに近づくとアメリカと喧嘩してんだから、喧嘩にならないですかだから実は、トルコっていうのは、この中東の、今、均衡化されてるじゃん。これのキャスティングボードなんですよ。これがどっちに傾くかで、大きく情勢が変わる。今、トルコはこっち側にいますけど、もしかしたらこっち側に行っちゃうかもしれないんですね。そうすると状態は違いますよ。今、スンナ派とシーア派で喧嘩してます。 でもこれが進んだ方がこっちにいるんですけど、それをこっち側についちゃったら現状は大きく変わるんですね。だから今回のただのモスクの、ただの博物館がモスクになっただけではないっていうトルコのちょっと怖さを感じるところです。さあ、今週のワールドヒストリー愛。えー、今日皆さんにお話ししたいのは3つ。先を読むということは歴史を学ばなきゃいけないことであって、エルドアンさんはその歴史を逆に学んでいるという素晴らしい人物であること。 この人、日和見行動なんです。あのね、短期なんですよ。で、やられたら必ずやり返されます。クルド人です。クルド人、あれだけやられたら絶対やり返しますよ。それがテロという形でやり返すことになるから、トルコには決してプラスにならない。ね。そう考えております。以上、ここまでです。遅くなりました。ね。皆さんも、えー、っと、悪の巣窟、ね、来ないようにしてください。それじゃあ、またね。